こんにちは、きゅうりです。今日はもうそろ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 バレンタインということで、チョコを使ったいい感じテリーヌを作っていきます。それでは早速ゴーゴーということで、じゃじゃん、今日は板チョコをねたっぷり使って作っていきますよ。カードゲームのようにたくさんの板チョコ、ほほほ。ということで、もう早速チョコのいい香りがしてるのですが、これをまずは細かく刻んでいきます。細かく刻むととっても溶けるのがねいい感じに早くなってくれるので、細かくしていきます。全部砕きます。ボウルに入れて、このチョコのテリーヌはいつか作りたいなと思って、やっと念願かなって作っちゃいます。なんかすごいトロンとした質感で、とっても見た目が美味しそうだなと思ったので、ずっと食べたい、作りたいと思ってました。それそれ、こんな感じで残りのチョコも砕いていきます。ということで、チョコが刻み終わったら、あったかあったかなお湯で湯煎していきます。でちょっとまあ火弱火くらいで、弱火、まあ火傷しないように、そして水がねこの中に入らないようにチョコを溶かしていってください。結構ねここからの火が熱いから、まあ、ちょっとミトンとかして、あらま、やけど対策はしっかりして、こうやってチョコを溶かしていきます。トロトロになるまで混ぜ混ぜ、下の方からねこう溶けていくので熱が伝わって、なのでちょっとたまにこうやってひっくり返したりして溶かしてあげてください。まあちょっと時間をかけてゆっくり溶かしていきます。みんなは今年のバレンタインを何を作ろうとしていますかね。結構去年か一昨年か、一昨年かなに作った生チョコクッキーサンドとか結構作ってくれてる子がいて、ニヤニヤとしています。やっぱり持ち運びしやすいものの方がバレンタインはいいんですかね。友チョコとかね。けどまあ今回作るこのチョコテリーヌはお家でお父さんとかに作ってあげてください。もちろんこれもラッピングしたら持ち運べるので、ちょっと溶けやすいかもしれないですけど、なのでまあちょっと作ってみてください。あ、ちょっと強すぎるかな、止めちゃおう。余熱であとは溶けそうなので、あんまりねこうグツグツ加熱するとチョコがね熱すぎちゃって変になっちゃうので、こんな感じで余熱でトロトロになるまで溶かします。いい感じにトロトロになってきました。次はこちらに、今日はサラダ油を使おうかなと思います。ちょっと油分をねこうプラスしてあげることでいい感じしっとりしてくれます。溶かしバターとかでもいいと思います。溶かしバターにするとよりねこうなんだろう、リッチな味に仕上がってくれるのですが、今日はちょっとまあお父さん用なのでサラダ油でいい感じに仕上げますお父さんごめんね。じゃあサラダ油をしっかりとなじませます。もちろんサラダ油で十分ね美味しく仕上がるので安心してください。でしっかりしっかりと一体化するまで混ぜ合わせます。うん、こんなにトロントロンなチョコに一体化してくれました。結構なんだろう、ホットチョコドリンクみたいな感じに仕上がったら、こちらは一旦置いておきます。そうしましたら卵たちを混ぜていきます。まずは卵一回溶きほぐします。だいたい溶きほぐしたら生クリームと
お砂糖入れて泡立てないようにしっかりと混ぜます。ほい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 、しっかりと混ぜていい感じにしてください。そしたらこれが実は皆さんよくね失敗するパターンとしてチョコがボソボソになっちゃったとかっていうのがあると思うんですけど、これは温度がねこう大体似た感じじゃないとうまく混ざってくれないので、この子常温に材料を置いておいて温度をいい感じにするか、これをちょっと湯煎してさっきのチョコといい感じな温度にするっていう作戦があるので、今回はこの残ったお湯でいいのでこれに湯煎していきたいと思います。でじゃあ卵もね湯煎で軽く温度を温めてあげるという感じで大丈夫です。で温度にねすごい差がない状態にしてから混ぜ合わせます。そしたら先ほどのこのとろとろあったかチョコにこちらのとろとろ卵をこしながら加えます。お、それ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 、ほ、そしたら混ぜます。この時に、ちょっと最初ボソッとするかなと思うんですが、自分を信じて混ぜ続けてください。それ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 と、じゃん、とろとろ、美味しそうな生地になったので、これを型に入れて焼いていきます。今日はパウンド型に流し入れます。それそうしましたらこちらを、ちょっと軽くトン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 として気泡をね抜いたら、今回はもう卵しか火通すものが入ってないのでちょっとこうねバッと焼いていこうという作戦にします。ということでいい感じに焼けて、ちょっとフルフルしてるんですが、そして中まで火が通ったなって思いましたら粗熱を取って冷蔵庫で一晩しっかりしっかり冷やしていい感じに盛り付けていきます。完成です。テロンテロンチョコテリーヌです。皆さんどうですか？それではいただきます。すっごくチョコまみれな味なので、お父さんにあげたい人はちょっとラム酒とかブランデーとか加えて大人の味にしてあげると、もっとお父さん好みのチョコテリーヌになるかと思うので、ぜひぜひ作ってね。それではバイバイです。